では始めます。シビックテック電池はコードフォー流山の白沢です。今日は時間内に収めるために、あの自動再生にしておいたので、パラパラ言っちゃうかもしれないんですけど、ちょっとその辺はご了承いただければなっていうふうに思ってます。まだあるかな。あ、よかった。千葉県地域 IT 化推進協議会データ活用部会というところで活動しております。今日は、IODD2022 度ですね、イベントで、暴走どうでしょうという、報告をしましたので、開催しましたので報告をしたいと思います。一昨年前の2021年にですね、IODD で千葉県内の映えスポットを、地図にプロットしていただくっていうフォトマッピングイベントを開催しました。千葉へフォトプロジェクトというのをやりました。で、この中でですね、こういった形でプロットしていただいて、134件のですね、映えスポットを、スポットしていただけました。でシェアできたのが嬉しいとか、スポットを紹介できたのが良かったなというふうにいろんな感想をいただいて、これはこれで一つ成果があったかなと思っています。この時にハッシュタグで千葉へっていうのも作ったんですけども、で過去にも、観光をキーワードにデータの収集っていうのをやっていました。実際に観光しながら感想とか写真を、投稿するっていうことで、はい、位置情報を取っていて、どんな風に、表現できるかっていうのをやりました。で今年どうしようかなと思ってたんですけど、お告げが来たみたいなんですね。はい、でこの方あと何回出てくるか分かんないですけど、ちょっと見ていただければなと思います。旅をしなさないというふうにお告げが来たそうなので、それに従ってですね、一応計画を練りました。はい、で2022年の計画、今年はですね、1年前に投稿されたデータを実際に使って観光して、でデータの活用を企画しようということで、こんな感じでですね、一生懸命企画をしました。先ほどのデータ活用部会の企画書ですので、一応しっかりさせていただきました。はい、で、配信の方もさせていただこうということで、Cテレさんですね、シビックテック TV さんに相談をしまして、企画と配信とを、していただくという形になっています。でいろいろ不安もあったんですけど、とりあえずやってみようということで、実践あるのみ実践っていう形で開催しました。暴走どうでしょう。はい、始めました。イエーイ。はい、ですね、某番組と一緒でですね、出た番号で行き先を決めるという旅番組企画です。はい、で早速行きたい場所を、ね、決めようということで、サイコロ振って何番です、じゃあ行きましょうという形で、千葉県内でも大体却下みたいな感じで、行けないんですね、ダメですって、なんで無理です、調子に旅って取ってあるんでということで、そうなんですよね、千葉県といえどもですね、移動には時間がかかるので、ここからここに行きましょうということで、流山発調子着というところで、もう決まっていました。なので、流山から調子に行く途中のどっかにとりあえず行こうみたいな形に、方向転換してですね、気を取り直して最初実践。はい、皆さんですね、途中林さんのところにも白いにも寄らせていただいて、はい、でですね、調子の方のですね、写真も撮らせていただいて、ちょっとちょんぼしですね、車内から撮影みたいなこともさせていただいて、で着々と進みまして、はい、なんと立山に到着しました。詳しくは QR コード、はい、皆さん急いでください。はい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 、はい、見ていただければと思います。はい、でここで分かったんですね、なるほど、旅には情報が必要だ。もう一回出てきましたね。はい、でどういうことかっていうと、行った先で出会う情報ですね、実際に行った先で得た情報っていうのは、それにすごく価値がある。なかなか、知らないところですね。なので知識としての情報、見取りをするために必要だと思うんですけども、かつ経験としての情報、感情、エモーショナルな部分だと思うんですけど、この2つがあると、すごく相乗効果があるんじゃないかなというふうに思ってます。で、かつですね、その行ったことある方が、綺麗だよとか、美味しいよっていうふうに言っていただくと、あ、行ってみたい！で、それに、そのエモーションにまた引きつられるっていうこともですね、あるんじゃないかと思っています。はい、また出てきましたね。はい。で、そんな困難なんですけれども、デート部会ですね、いざ岐阜へということで、すでに、プレイベント、似たようなパクリイベントをさせていただいておりまして、大盛況でですね、はい、有名な方が出ていらっしゃいました。
はい、で、さっき言ったですね、DNA ということで、まあ、知識というか一般的な、情報もすごく必要なんですけども、あと経験ということで両方の共有をすることによって、相乗効果が生まれるんじゃないかということで、いざ旅へ千葉へということで、最後千葉の宣伝をさせて終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。すいません。